当に多くの方が、花を手向けておりました。まあ、サポーターにとっても様々な感情があふれる中でのゲームになりますね。はいはい、柏はここで起点を作れます。2人をかわして運ぶ、アウトでスペースへ、小山津だ、小山津よくここは抑えました。谷決定機でしたね。はい、肩が下げて山本シュート、背後にオフサイドをかいくぐってタリックが出てきます。町野、町野、町野コントロールショットだ。エースが自信を持って右足を振りました。シーズン13ゴール、ゴールランクトップに躍り出ます町野かなと思ったんですけども、まあ、多分ディフェンダーの立ち位置も見てコンパクトに足を振ったなと思います。肩が右利きなんでね、柏からすると後ろ向きにさせて下げさせてプレスはかけたんですけども、まあ、そこから蹴ったボールが一応ハッタリクのところまで出てるんですが、小賀太陽いきなりプレス、タリクが奪った、入れ替わる、タリクスルーパス、セガワだ。開始11秒、追加点湘南。オフからですからね、まあ、明確に狙ってたよってことだと思うんですけども、まあ、ブロックからの方もうまかったと思いますし、フィニッシュも角度がないので強くは打てないなと思ったんですが、うまく引っ掛けた感じですかね。はい、でまあ、加えて失点した側から見ると、まあ、始め方は明らかに軽率でしたし、まあ、その後の対応も、大南が右のサイドバックです。小山津から細谷だ、細谷、これはベッド。小山津で1点返しました。柏1対2、54分差を縮めました。うまく中から入り込みましたね。はい、動きを止めずに最後のところまで小山津が走っていたなと、まあ、近い距離での連携も良かったんですけども、足止めなかったところは非常に良かったですね。はい、細谷は、まあ、投入されて早速ゴールに直結する仕事をしました。柔らかいボール、ヘリング、ウェリントンだったか、ゴールキックです。はい、左足のクロス高く上がってファーから三つ丸、小山津落とす、武藤決定機でした。まあ、狙いを共有できなかったか、単純にキックをミスしたか。はい、試合終了、湘南ベルマーレ自力で残留確定。ฝากติดตามกด subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like subscribe get push notifications Like subscribe push notifications